先週はちょっとね、ノリで、パパラッチされたこともございましてですね、ちょっとした、ノリで、裏の TBS ラジオさんの方に、電話してしまうということがありまして、ノリでやってしまった結果、富山さんが責任を取ってスカパーの方に、スカイパーフェクト TV の方に行かれるということで、松尾さんが戻ってくるんでしたっけ？大丈夫でしたっけ？一応何もお咎めなしという、これはもう良かったですね。おそらく、おぎやはぎさんはね、ちょっとノリで電話つなげないのって言ったかもわかりませんけど、こっち側からもうグイグイ行ってしまいましたからね。なんなら、こっちが、かけてしまったということになるから、もしかしたら何かしらの、処分なり、反省文、そういうのも、ね、します、諸島あんのかなと思ってましたけど、富山さんの方からお咎めなしでしたというラインが入ってきました。良かったなという。でも、ほんまに何も大丈夫やったんですか？よかったですね。何も、上の方にバレてないだけかも。わ かりません。記事にはなってしまいましたけどね。そんなことも、なかなか生放送でできることも少ないですから、これ一回できたら、どっちかがパパられるたんびに、生放送ですから、何かしらパパられたら電話つなぐみたいな、そんなことがね、可能になるかもしれない。そればっかりやってると、いつかね、もうどえらい、ね、雷落ちるぞという、ことになるかもわかりませんけど、リスナーの皆さんがね、喜んでいただけたら、それが一番かなというふうに思ってますけれども、えらいもんで、そうやって一回ね、パパラッチされたじゃないですか。で、金曜日、ラジオ終わって次の日金曜日、大阪やったんですよ。で、大阪行って、普通に大阪ローカルの、番組収録して、で、もうあれ何年、4年か、4年か5年ぐらい、経つんですけども、初めてですけど、大体、ABC の朝日放送から、地下駐車場からバーっとタクシーで出ていくんですけれども、初めてですね、タクシーでファーって上がってきたら、ババー写真撮られて、え？思って。またやと思って。でも、なんでなんて思って、今光りましたよねって言ったら、光りました、みたいな感じになって、ほんまに、フラッシュバーッと焚いて、写真撮られたんですよ。でもそこには、局の方とうちのマネージャーが乗ってただけなんで、別に撮ったところでっていう感じなんですけど、やっぱ、もう怖いじゃないですか、そういうの撮られたら。で、そこからご飯をちょっと食べに行ったんですよ。ご飯食べに行って、で、ちょうど、その時、ミキ、漫才師のね、レタレタっていう、去年かな、M1、決勝で、ネタ早すぎて何喋ってるかわからんという伝説の、なんやろな、マシンガン漫才を披露した、またこれ歌怒るんですかね、ミキが。いつも僕、ミキに言うんです、決勝もう何言ってるかわからんかったわ、早すぎて、って。もう4分使ってないらしいやんけ。でも3分半ぐらいで舞台降りたらしいなって言ったらめっちゃ怒りよるんですけど。そのミキが一緒やって。で、ミキもご飯食べに行けるって言うから。で、ご飯のお店着いた時に、さっき写真バーって撮られてんけどって言って、で、ミキに聞いたら、僕らも撮られましたよって言って、あいつ有名なんですよって言って、何が有名やねんって言ったら、週刊文春かなんかの、大阪担当というか、もう大阪にもそういう文春の担当の方がいるんですって。だからもう、で、結局その大阪からってなってたじゃないですか、パパられた女性が。だからもしかしたらまた会うんちゃうかみたいなことで来てはったのかどうか分からへんねんけど、バー写真撮られたアホみたいな顔を、また俺。もうしゃあないやん、でもそれ。でもさ、別に会う予定も全然なかってんけど、また怖いやんか、俺ら風俗野郎 A チームやからやな。どないしようかな、思って。今日は我慢しようかな、と思ったけど、一回部屋開けて右左見ても誰もおれへんから、ゴーしましたけども。いや、だから大阪にもやっぱおんのよ。だからもうどこで何してたかって、もうしゃあない。俺は別に、結婚もしてるわけじゃないから、全然構わへんねんけどね。そういう風俗行くとこも、出てくるとことか、そういうの撮られたらちょっと恥ずかしいけど、だからやっぱり、
地方やからとか、もうそういうの多分もうあかんわ。もうどこであれしてもなんかパパられるときはもうパパられんのよ。普通に聞いてくるらしいよ。そうやって、あの何々さんっていう方もう出られましたかとか、あのすれ違いになったりとかしたらさ、普通に聞いてくるんで、芸人さんとかに、何々さんはあのもう劇場から出られてるんでしょうかとか。で、俺やないやろ、俺じゃないかな、俺じゃない他の人かなとも思ってて、あの3代目のガンちゃんがゲストやったから、ガンちゃん追いかけてんのかなと思ったけどやな、結局俺まで一応な、何の写真使うか分からへんで、何の写真使うか分からへんけど、出てきたところの写真パーンって撮られてんねん。またどういう使い方されるか分からんで、いやこの後あのホデトル城を読んだのだっていう風になんで自分から言うてまうな、ほう。そんなことにね、もし なってんのかも分からへんけどやな、どんな写真にどうつながってるか分からへんけどやな、もう大阪でもうかうかしてられへんねや。ちょっともうほんまに油断してたから、もう普通になんかご飯とかも食べに行ってるとこあったからなと思って、ちょっとだから考えないといけないね。だから今でもちょっとほら、あのタクシーやら車とかでも ちゃんとバックミラー見たりとか、後ろからついてきてんちゃうかなとか、帰る時にさ、家の近所に車バンとか止まってたら、一回車止めて中こうやって見立ってんねん、こうやって。スモークとか、スモークとかほら、合ってるやん、後ろのやつ。で、バーってやったらもう、ただの脚立とかさ、あ、これは、あ、これあれやな、普通の、そういう、あの、あれやな、工事のやつやな、とかさ。大変っていうかさ、なんか嫌やん、家の近所にそういう人がもう待ってたりしたら。で、普通にバーって家から出てやな、だから出てるとこ撮られてるやん、帰ってきたとことか撮られてるから、出た時に人がいたりしたらもうすごい警戒するんだよ。だから睨みつけてんやん、ずーっと車とかでも。自意識過剰や言われたらそうかも分からんね、分からんけど、もうほんまにこいつちゃうかとか、パッと曲がって人がおって、こいなんやろな、こっちやんかとか思ったりやな。今なんかもうすごい怖いね、家の前でこうなんかすれ違う人とかさ、出て行った時に車が止まってたりとかしたらさ、もうほんまにこうちゃんと、もうあれやで、あの車の中にこう手入れてこの人見てるわ、なんか言ってんちゃうかみたいな、なんか置いとんちゃうかみたいな、人や思ったら嘘、誰か寝転がってるやんけ、こうやって寝転がって写真撮ってんちゃうかと思って、車バー降りてこうやってバーって見たら、脚立がガンって横にブンってなってただけやって悲しいけどね、そういう時、まあ、自意識過剰やなと思う。それぐらいちょっとね、ケアしながらですけども、まあね、まあ、パパられたパパられたで、ちょっとこうやってテンションも上がるということでございますので、最近はちょっとね、ちょっとだけナーバスになってるということだけお伝えしておきましょう。岡村隆史のオールナイトニッポン。どうもこんばんは、岡村隆史です。5年目、突入ということで、一人で、ラジオやり始めても5年経つと、いうことでございまして、こんなありがたいことはないんですけれども、もう今日ですよ、今日やっとブラックペアン最終回今日見ました。タイムシフトがぶっ壊れてましてですね、でずっと楽しみにしてた、ブラックペアンは見てたんですけど、最終回だけ見れなくて、あのブラックペアン何やったんかなっていうふうに思いながら、ずっと気にはなってたんですけど、もうええかなって思ってる時に、ちょうどリスナーの方がブラックペアン送ってくれはって、でよかったらどうぞ言って見たんですけど、まあ面白かった、こういう終わり方なんやって、見させていただきましたけども、まあ、コンクールはいろいろとねドラマも始まりますし、とりあえず満腹、 NHK の満腹はタイムシフトも壊れてたのが復旧しまして、ちゃんとこう今撮って満腹から見始めてるという状態なんですけど、あれだからこれがね、NHK それから4ちゃん
6ちゃん、8ちゃん、5ちゃんか。あ、7ちゃんか。だから、富士テレビ、TBS、テレビ東京がタイムシフト取れてなかったんですよ。ちゃんと設定してんのに。で、それ以外は取れてたんですよ。7時から夜中1時まではタイムシフトで全部取れるようになってるんですけど、それのだから、TBS、フジテレビ、テレビ東京が取れてなかったんですよ。6、7、8が。これはおかしいなと思って、そのだからもう一回そのタイムシフト機能を、戻して、ほんであれ僕まだようわからないんですけども、例えば、日本テレビやったら2ちゃんぐらいあるんですよ。わかります？言いたいことわかります？よう伝えんねんけど、なんて言うたらええのかわからない。4チャンネルが2つあって、ほんなら6チャンネルが3つあったりする。3つあるところと2つあるところがあるんですよ。サブチャンネルっていうのかい？あんまり使ってないけど、俺だから一番最初に出てくるチャンネルのとこ、4やったら4の一番最初のやつだけを印つけてたのに、それが今まで取れてたのに、だから取れなくなってる。取れてる曲と取れてない曲が出てきたので、でこれおかしいなと思って、一か八かずらしたれと思って、取れてないチャンネルは次の1個下の4の2個目とか6の2個目とかに印つけてやり直して、ほんだら取れて、これ何なの？やっぱりおかしいよね、僕のほんまにこういうの。なんでこんなんなんねやろなって思ってまうねんけど、そのちゃ印を1個下にずらしたんですよ。ペケパンつけんのを、そのペケって印つけんのを1個ずらしたら全部取れるようになったんですよ今。だこんなことがあんねんなと思って、ほんでその何やろな、その期間の何ちゅうのかな、連ドラ予約っていうの、そういうのもしてたはずなんですけど、なんか何やろな、途中からあれ取れなくなってるんですよ。連ドラが勝手に途中の回で連ドラが終わってて、頼みもせえへん連ドラがまた取られてたり、ほんで海外ドラマとかも連ドラ予約してるんですけど、なんか全然関係ない連ドラとかが撮られてるんですよ。なんでなんやろね。ウォーキングデッドを寝室の方で録画してたはずやのに、全然違うなんか変なやつが撮られてるんです。ウォーキングデッドともう一個なんかサイドストーリーみたいなのないですか？ありますよね、サイドストーリー。いきなりサイドストーリー撮られてるから意味分からへんねこんなやつ出てきたかっていう、もうウォーキングデッドむちゃくちゃなってるわと思って見てたら、ウォーキングデッドちゃうねんそれ。ほんでなんか違うウォーキングデッドの話やったり、であと何、メイキングみたいなのないですか？どうでもええやつ、その撮影秘話みたいなのを話すやつよ。ちゃうねん、ゾンビみたいねん、バット持ったあのおっさんが見たいのにやな。ようわからん、もうずーっとインタビューしてこんなんやったあんなんやったりで、こんなんちゃうねん。肝心なウォーキングデッドが撮れてなかったりすんのよ。で撮れてへんなと思ったら、ある日なんちゅうのシーズン何のシャープ何っていうのが2個ずつ撮れてたりすんねん。2個ずつ撮れてたりすんねん、同じ内容パンパンって並んでんねん。なんで2個も撮れたんっていうすごくないですか私の。2個撮れてんのはええわいな。そうやって2個ずつ撮れていったら、録画時間がどんどんなくなってまうんですよ。倍使ってるから。ほんならどん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 消していかなあかんやんか。ほんなら全部あれやんか、溜めてるやつをさ、今度また、なんちゅうの、あっち側に焼かなあかん、あっち側、ハードディスク的なやつに焼かなあかんしやな。ね、見てない、プロフェッショナルとノンフィクションがどんどん消していかなあかんわけよ。もうだからもう、なんであんなことな、一回見てもらわなあかんわ、お家を。ほんまに。だから今日なん
かも、まあええわ、まんまり言うとまたこいつこんなこと言うとるわと思うけど、なんか不具合ある時あるよね、いやあのインスタグラムとかでもずっと見られへんみたいな、なぐるぐる回ってるやつ、それはみんなあんねんけど、あの2個ずつ撮れるのがようわからんわ。それで録画時間どんどん減らされて、で勝手に頼んでもいい日の撮って、で撮っときましたよみたいな顔しとるやあいつら。誰も撮ってくれなんか言うてないのに、これ見たいんでしょうね、見たないわっていうのがありましてですね、まあそういうこともありますけれども、もうねあんまり言うとまたこんなこと言うてるわと思われるんで、これぐらいにしておきましょう。ナイティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン、この番組は株式会社オープンハウス、ローソン、日本建設工業、高須クリニック、大東建託、インディード、以上各社の協賛で東京中田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。吉岡清江で少年。さあここで再来週ですね、10月18日にお送りするスペシャルウィークのお知らせでございます。再来週はこんな企画をお送りします。岡村隆史48歳アッコちゃんと金髪先生に叱られる。これはアッコさん、これアッコさんなの、もうこのアッコさんが偽物に聞こえるけど俺は。そうですか、再来週のゲストなんですけども、アッコちゃんことミスター社長子さん、この間ね出ていただきまして、めちゃくちゃ面白かったので、またあの来ていただけるということでございますけど、ミスター社長子さんと、そして金八先生こと三又又三さん、三又さんもねだいぶ会うてませんけど、なんかね昔はよくよく行ってたんですよ、三又又三さんのバーよく行ってたんですけど、行かなくなったら岡村君全然来てくれないじゃないみたいなことはよく言ってたんですけど、三又さんも勝手にそのバー閉めましてですね、いろいろ吸ったもんだって、まあそれ話するとまた、ちょっと嫌な顔しはるんで、あれなんですけど、よく行ってるバーがあったんで、勝手に閉めて。で、違うとこでまたバーやってるらしい。まあそこは行ってないんですけどね、めちゃくちゃ久しぶりに、三又さんと、お仕事させていただくことになりました。ここはもうずっと、社長子さんもずっと、アッコさん、そして、三又又三さんもずっと、金八さんでやっていただこうと、いうふうに思っておりますので、もうなんなら社長子さんとも言わないでしょうし、三又さんとも言わないまま、ずっと行きたいなというふうに思ってますけども。とりあえずですね、アッコさんと、アッコさんって言っていいんですか?アッコさんと金八先生が、来てくれるということでございます。今回ちょっと初めての試みになるかもわからないんですが、はがき職人の皆さんですね、そうか。まあ、もし聞き逃してる人おられましたら、その、シャチホコさんが、ドッキリで来ていただいた時の、ちょっと模様をちょっと流して聞いていただきましょうか。めっちゃ似てたもんな。うわ、来はったわ。この時にようやく。何してんすか。恋愛?いやいや、アッコさん。どうもどうも。お前なんか電話帳のなんか聞いたで、ヒロミから。似てるやん、ここ。あれ、わだってお前呼び捨てにして入れてるらしいやんか。いや、それは、アッコさんとか入れて、もしなんか携帯を、昔から、ガラケーの時からなんですけど、落とした時に、アッコさんとか入れてたら、あ、和田アキ子の電話番号やってなったら、ダメなんで、和田とだけ入れてるんです。いやいや、お前、全国に和田さんって何人おると思ってんねん。さん付けで入れるだけでええやんか。聞けば聞くほど、アッコさんやんか。すごない?ほんまに。日テレのモノマネのね、ネプチューンのやつ出てたじゃないですか。でもあれなんかちょっと緊張してたのかな、社長子さん。このラジオの時の方がなんか完成度すごい高かったような気がするんですけれども、とりあえずそうですね、アッコさんと、まあアッコさんも大丈夫やと思う。まあ、どうなんでしょうかね。三又さんがもうそんな金八先生、やってないでしょ。やってないし。
まあ、どうなのかちょっとわからないですけども、とりあえずアッコさんと金髪先生の口調でそのハーキ職人の方、まあちょっとね、チコちゃんじゃないですけどもちょっと叱っていただこうという、アッコさんの口調そして金髪先生の口調で、岡間隆史を叱るネタハガキをちょっとハガキ職人の方に書いていただこうというふうに思います。当日そのハガキ社長子さんと三又又三さんに選んでいただいて、でまあ、それでそのまま怒っ誓っていただこうという心になっておりますので、まあハガキ職人の皆さん大変やと思いますけども、なかなか書いていただけたらありがたいなというふうに思っております。宛先です。指孫100-8439日本放送ナイティナイ岡村隆史のオールナイトニッポン、アッコちゃんと金髪先生に叱られるの係までお願いいたします。やいやいということで、再来週のスペシャル企画、岡村隆史48歳、アッコちゃんこと金髪先生、アッコちゃんと金髪先生に叱られる、絶対に聞いてください。やいやい。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。受付メールアドレスは okamura@allnetnippon.com、 okamura@allnetnippon.com まで送ってください。そしてオールネットニッポン公式ツイッターとインスタグラムではオンエア中の様子も随時アップしていきます。アカウントはオールネットニッポンで検索してください。よろしくお願いいたします。岡村隆史のオールネットニッポン。ミノモンタ焼却炉を購入5点、岡村隆史のオールナイトニッポン。フリー。岡村隆史のオールナイトニッポン歌謡祭横浜アリーナ2018グッズ大発表。失礼いたしました。いきなりフリーって言われたんで、フリーってなんやねんと思ってしまいました。そうでございます。横浜アリーナの、歌謡祭のグッズがですね、まあ出来上がってきました。そんな中、まず皆様にありがとうございますということなんですけど、今回の歌謡祭の指定席、ステージサイド席、立ち見席全て完売ということでありがとうございます。もうほぼほぼあれなんだね、様子見がなくなったという。歌謡祭行ってええんやろかみたいな、歌謡祭がもうな、ちょっと様子見がなくなってきたということでございますけど、こんなにバッと買っていただけるというふうに思ってなかったもんですから、ありがとうございます。その分ちょっとね頑張って、精一杯、歌わせていただきたいなというふうに思ってますけれども、今年のグッズもかなり気合入っております。まあ変な話、1回目からあリスナーってまあまあお金持ってんねんなという、結構なんかいろいろ買ってくれるね、やっぱりね自分の好きな、番組、そしてまあそういうね、今までまあオールナイトで本とか出してきましたけど、そういうのがねあんまりこう大々的にやったことがなかったもんですか、記念にいろいろ買ってくれんねやなということになりまして、今年もちょっといろいろ気合い入れました。まずですね、そうですね、 T シャツはもうええのできました。今年もまあ去年もすごくかっこいい T シャツやったんですけども、今年はまたさらに、パターンもちょっと増やしまして、色味もまあそうなんですけども、ちょっと 1,2,3 パターンほど作らさせていただきました。ホームページの方に、まあ、そのグッズの写真アップされてますので、そっちでもちょっと確認していただけたらなというふうに思ってますけども、この T シャツ、まあ、岡村さんのこのお猿さんバージョン、それからまあスマイルバージョン、そして謎のアフロバージョンという、アフロバージョンなんか写真その時のノリでまあ撮ってたらなんかおもろいなってなって、でなんかこれでええんちゃうみたいになったもんですから、まあそれでまあそもそも T シャツ作るつもりはなかったんですけど、やっぱこれでもう T シャツ作っといた方がええんちゃうということで、 T シャツも作ったらまあまあええ感じの、チェ的な感じにホームページに載ってるんですか、アフロの写真もホームページに載ってる。なんかノリでなんとなく撮ってみたら、ええ感じになったんで、T シャツの方は、まあ言うたらに3種類ですか。3種類、作らせていただきました。値段、お得な値段設定になっておりまして、1枚
3000円ということで3000円でございますけれども、まあ生地がいいんで、もう大体旅猿の T シャツって一回洗ったらなんかピンクになってもたりとかそういうことが、あれもバーって一回洗濯したらバーって出てもったりすることもあったんですけど、それをまた改良重ねて今旅猿 T シャツもしっかり出来上がったんですけど、うちのもこの生地ええやつ使ってますんで、色味もね、こっち側の色の方がええんちゃうか、こっちの黄色の方がええんちゃうかとか、いろいろ考えましたけども、ええ感じに出来上がりました。今身はもうやっぱりそのチェ的 T シャツ。まあパッと見、なんか革命かなんかっていう。え、これ岡村か岡村ちゃうよう見たら、え、岡村なんかぐらいの感じに仕上がってますので、よそで来ても、なんか、なかなかの、人なんかなっていうぐらい、ちょっと、極力俺ってバレへんぐらいの感じにしてくれという、そこの、なんですかね、兼ね合いがちょっと難しかったということでございますけども、よかったら、買っていただけたらな、というふうに思っております。そして、T シャツ1に3種類というふうに、ちょっと紹介したんですけども、こう、ちょっと、まあ、これも新しい、試みなんですけども、光る、T シャツと言いますか、これなんて言うんですか、ファイバー、フィーバー T シャツと言いましてですね、ちょっと、胸のところがちょっと光るようになってまして、ロゴがちょっと光るようになってるんですよ。で、これ、まあ言うたら歌謡祭で、みんながわーっとこうね、いろんなアーティストの方が歌ってると、この T シャツがバーって光るという、僕の声でも今反応してますから、バババババってなったらババーっとこのロゴが光るようになってるんですよ。僕も、光りたがりと言いますか、やっぱり一回目に、イメージしてた、こう、なんていうんですかね、ペンライトの数があまりにも少なかったという、ブワーって光ってるイメージやったんですけど、全然光ってなかった第1回目があったじゃないですか。みんな記念で持って帰って持って。そういうのがあって、とにかく光ってほしいという、願いから、T シャツも光るぞというのを、作らせていただきまして、これだから音にバー反応して、だから、なんでしょうね、音楽がバーンって始まったら、ダーッと、このロゴが光るという、ことでございます。こちら値段、まあちょっと、まあ光るということもございまして、それでもまあ、抑えまして、4500円という。これ安いと思いますよ。光ってるでしょ？僕が喋ってるだけでもこんだけ光ってるってことやね。ほんなら、歌謡祭の間中はずっと光ってるぐらいの感じですよね。まあ、アーティストが出てくるたんびにババババって光るということでございます。これもなかなか、買って来ていただいたら、もうずっと横浜アリーナでは光っているということでございます。街でもね、来てもらいたいですけど、まあ、来ないでしょう、街では。来ないでしょうけど、これ記念としてね、これ撮っといていただけたらな、というふうに思っております。さあ、そしてタオルの方もですね、これ、まあタオル、フェイスタオルですけども、これまあいろいろと作ってきましたけども、まあ今年もなかなか、いい感じに出来上がっております。2種類こうございます。ブラックとホワイトの2種類がございますので、こちらももう抑えに抑えましてですね、お値段。1500円ということで、この1500円で買えるっていうことはもうなかなかないと思う。本当に安く、なんとかならないかというね。もうちょっと安なりませんかとかいうふうにさせていただきまして、抑えに抑えて、1500円ということでございます。そして、私知らなかったんですけども、今やこの、フェスとかではもう皆さん持ってらっしゃるという、サコシポーチではなくサコッシュというらしいんですけども、まあ、要、おしゃれな雑誌とか見たらもう今やこういうちっちゃいのなんか入れてはるんですね。ここになんか携帯入れたり、何やらするらしいんですけども、使いやすい、ね、ちょうど、何ですか、おへいのさんって。それは僕の持ち方ですから、持ち方は自由じゃないんですか。だから今、首からかけたからお遍路みたいになっただけで、肩かけたらよろしいね。肩にかけたら、今ちょっとかけ方間違えていじられたんですけども、
僕もそのフェス言うたらもうウルトラジャパンしか行かないもんですからちょっと分からなかったんですけど、まあ、肩からこうかけて、いただく、首からかけるとお遍路さんにもなるということでございますけども、これまたおしゃれでございます。これ一種類でしたっけ、カラーは一種類、黒で、黄色でロゴ入ってますので、可愛らしく出来上がっております。ちょうどええんちゃうかな、ほんまに。お財布入れたりとか、携帯入れたりとか。まあ、なんでしょう、ちょっとお米入れたりもできるかもわかりませんけれども。この絵、この絵ですか？え？違うよ。あ、デザインはね。で、あ、デザインはそうです。デザインは、こういうふうに。イニシャルっぽくニコちゃんマークみたいな感じにできたらいいなというふうに。ただこれ、かけ方さえ間違え、お遍路スタイルでは持たない方がいいってことですね。肩をかけてっていう。まあ、これもいいですよ。これもだから、お値段ですけども、抑えに抑えまして、2500円ということでございます。これは安いですよね。これも、ええなと思って、ほんまに使えると思います、これ。サコッシュと言います。はい。皆さん覚えて帰ってくださいね。僕もポーチと思ってたんですけど、ポーチとは言わないらしいです。サコッシュということでございます。そしてキャップ。前回もね、作らせていただきましたが、今回はさらに、生地がちょっと変わりまして、前回よりちょっとしっかりしてると言いますか。まあ、好みやと思いますけどね。ちょっとしっかりした感じでですね。まあ、ロゴも、前回よりかはちょっとわかりやすく、書いてあります。パッと見わからないですよ。なんて書いてるかなと。よう見たらちゃんとしっかり書いてありますけども。こちらもお値段3000円ということで。まあ、しっかりしてますんでね。で、無償で、調整できますから。鉢がでかい人、でかくない人、オールマイティに自分でこう大きさあれして、できるようになってますから、自分の鉢に合わせて、被っていただけたらなというふうに思っております。そして渾身の、まあ、最後まで、どうするんだと。僕はもう、作ってほしいというふうに、言ってたんですけども、まあ、なんていうんですかね、湯飲みなんですけども湯飲みなんですが、これ左右専用というまあいいんですよ、別にお茶飲んだりコーヒー飲んだりしてくれてもいいんですけど、あくまでもこうイライラした時、この湯飲みで白湯を飲んでいただく、そして落ち着く、心を落ち着かせるという意味で白湯って書いてありますこれ書いたのも僕が筆ペンで書かせていただいて、そんなことこれなんかうまいこと書けたなっていうやつをここにプリントしていただきまして、ほんまこの岡村隆史の岡っていうサインのところ赤くしたかったんですけど、2色使うと高くなるということで、そうなのかっていう、ここはちょっと頑張ってくれよっていうふうに思ったんですけども、まあ上の方がいや2色は使えないと、一色で行きたいということで、いやこれは赤がいいぞって言ったんですけど、いや一色で行かせてくれという押し問答がございまして、まあしょうがないということで、一色なんですけれども、一色で作らせていただきまして、これなんとこの湯飲み一色ですから、たったの800円ということで、800円でこれいいですよ、これは本当に受験生の皆さんとかもこれでなんかもう覚えられへんとか、ちょっともう勉強が行き詰まったという時に、ここでちょっと左右をちょっと飲んでいただくことで心を落ち着かすという、これ非常にこのね左右のこのなんていうんですか、もう真っ白じゃダメだと、残ないとちょっとこう感じのやつがいいっていうことで、ちょっとこうちょっと模様入ってて、ちょっとなんかなんていうんですかね、感じのやつになってますよこれ。普通のつるっとした感じじゃなくて、ちょっと趣のあるちょっと高級感のあるやつにしてくださいということで、もう粘りに粘って、感じの湯飲み出来上がりましたんで、たったたった、800円でございますので、一つ、買っていただけたらなというふうに思っております。そして公式キングブレード、これ3000円ですけども、これだからずっと毎年恒例で、もう持ってる方は買わなくてもいいで、初めて参加するという方は買っていただけたらありがたいんですけども、12色光りますよ。んで、今年何色にするって言いましたかね。黄色。今年は黄色でいきたいと思います。黄色。
黄色で、振っていただけたらなと。まあでも、なんかその時その時に、まあ皆さん、曲に合わせて色変えていただくのもいいですけど、まあ僕が出てくるところは黄色ということにさせていただきたいなというふうに思ってます。これはだから、一回買っとけば、この先、歌謡祭参加するときには、これ持ってきていただけたら、もうずっといけるということでございます。公式ですのでね。そして、これな、もう3000円はちょっと無理だと。でもなんか、来た、岡村には興味ない、三浦大知くん見に来ましたという方。キングブレード買うほどでもないと。でも振りたい。そういうときにこの、公式ライトスティックっていうのがございまして、これは割るんですか？ポキってバチッと、はい、あ、そうしますと、はい、すごい光ってますよ、黄色ですから。でもこれ最後まで持つんでしたっけ？最後までいきますね、ギリギリいけると思いますので、はい、家帰るまで光ってるかどうか分かりません。遠方の方は、もしかしたらもう消えてるかも分かりませんが、この、公式は持ってないけれども、ちょっと光らせたいという方はこっちを買っていただきまして、こっちなんとお値段500円でございます。たったの500円。もう2本3本買っていただいてもいいかなっていう。1個はおるけど、もう1個は、持っときたいという方、ね。2本買っていただくともか、ということでございます。そして、皆さん気になる、グッズ。もう一つ、ここは悩みに悩みました。スタッフ、頑張りました。最後の、今日発表できる最後のグッズでございます。スマホスタンド！その昔、大恥かきました。勢い余ってスマホスタンド作ったところ、大量に余ってですね、富山さんが泣きながら、日本放送の倉庫にしまうという悲しいスマホ事件っていうのがありました。その後ね、桃の府の皆さんのおかげで、なんとか買っていただきまして、なんならそれが、桃黒の公開収録のパスになるという奇跡が起きましてですね、大量に売れ残ったスマホスタンドが履けるという珍現象が起きたんですけれども、そんな中どうすんねん、今年はどうすんねんということで、いやもう今年はいいんじゃないかという話もありましたが、いや、スマホスタンドは作らなあかんやろということで、なんと第3弾スマホスタンドというのを作らせていただいたんですけども、今回なんとですね、このスマホスタンドにミラーボールがつきました。ミラーボールなんですが、ミラーボールが回るという、ことができますが、ちょっと聞こえますか？ラジオの皆さん。回してみますよ。スマホ、スタンドのミラーボール。ね。これね、回るんですけど、ミラーボールってこういう回り方するんやったっけ？ってなってしまいましてですね。回るっていうのはええやないか、回ったらって。回ってるんですよ。回ってはいるんですが、あれ、ミラーボールってこうは回らんぞという。そうなんです。時計回り、反時計回りにミラーボールが回るんですが、よくよく考えると、ミラーボールってそんな回り方してないんですよ。なんて言うんですかね。そう、地球、なんて言ったらいいの、あれは。本来のミラーボールの回り方ではない回り方をするミラーボールがついているという、作ってから、これ、こういうふうに回らないでしょ、ミラーボールってっていう、まあそうなんですけどっていう。でもまあ回るからいいんじゃないかということで、まあミラーボールをつけたんですけど、ミラーボールをつけたことでさらにこのスマホスタンドがでかくなりましてですね、iPad ぐらい。ちょっと iPad ほどじゃないですけど、別にスマホじゃなくても iPad ぐらい置けるんじゃないかという
感じになりましたですね、はい、ノートも置けます。なんなら、バカンス行く方、まあプールサイドで本読みたいとか本も置けます別に、はい、そうですよ。スマホを置く場合はまあスマホ置いたらいいんですけど、置いたらもうまあ僕なんかほぼ見えないんですけども、ね、置くことによってミラーボールも回らないという置き方を考えないと、だからスマホ端っこに置くことでミラーボールは回ります。でも端っこに置くと僕が全く見えないというスマホスタンドになってます。岡村隆史を見たい、岡村隆史をどうしても見たいんだという場合は、あ、まあ、岡村隆史側を隠さずに、まあ言ったらそうですね、右手寄りに置いていただく、置いていただいたらいいんですが、今度はもうお楽しみのミラーボールが絶対に回らないということになってしまうという、だからまあ何でしょうね、使い方は自由だから縦に置くからダメなんだと、みんな勝手に縦に置こうとするから、スマホスタンド誰が言いました、縦に立てろって。動画見たいときは横に置けばいいじゃない。横丁に置くと岡村隆史も見えます。ミラーボールももちろん回ります。いい音鳴ってますよね。ほら、金具とプラスチックが擦れる音ですよ。プラスチックバンド、プラスチックとプラスチックの中に留めてるこのなんかやつがあれなんですよ。だからこうちょっと前に流行ったじゃないですか。あれ何やったこのプリーンって回すやつ。ハンドスピナーと同じようにこうずーっとこう触りたくなるんですよ、これ。でもハンドスピナーほどいつまでも回らないですけど、すぐこう。値段ですか？だってもうスマホスタンドに、もう言うてもミラーボールつけましたから、値段発表しましょうか。前が ?1600円。前1600円ですけども、なんとミラーボールついて、なんと1500円なんでですかこれ。ミラーボールついたのになんで100円安くなったんですか。プラスチック増えてるし大きなってんのに、いや100円安なった。いやプラスチックは増えましたよ、言うても前1回目のね売れ残ったやつほんまにただのプラ板でしたもんね、あれ細いプラ板でしたけども、今回はもう黒やしね、透明じゃないもん。なんか、ええ色やもん、裏も。なんなら岡村隆史じゃなく、もうできるんですよ。その代わりでもミラーボールの穴が開いているという。別に岡村隆史なんか見たくないと。でもスマホ置きたいんだっていう方は、裏側にして使ってもいいんですよ。置いていただいても。置いていただいて、逆で回すと。ミラーボールついてたらね、こう不思議と回したくなるんですよ。これよくミラーボールつけましたよね。これやっぱり、常にやっぱりこう、ミラーボール回したくなる。でもあんまり回するとカラーンって飛んでいくかもわかりませんけれども、使い方は自由。もう本置いてもよし、スマホ置かなくてもいい。もうほんまに何を置いてもらっても全然構いませんよ。どうやろうが。どう使おうがもうあなたの自由というプラスチックですよ、本当に。残りのねグッズまだあるんですけれども、もうこれ何本ぐらい作りました、今回のスマホスタンド限定ですけども。結構いきます、今度こそ。ほんま泣き見るかもわかりませんよ。なんか去年はだいぶノリで買ってくれましたけど去年完売してますもんね。勝負出ましたね、ミラーボール。待ってますよ。水沢アリー、マカロンとネイルの色が同じで幸せを感じる、28点、岡村隆史のオールナイトニッポン。今週のインパルス。さあ今週のインパルスですけれども、メールでいただきました、東京都
ツガンマニア田中からいただきました、和田アキ子さんがいい加減に1000回にて岡村さんの家はゲストハウス仕様でいつでも誰でも泊まれるようになっているとの報道を受けて、じゃあ泊まりに行こう、岡村は私の家に泊まったことあるしななどとおっしゃっていました。そのうち和田さんが岡村さんの家に突然泊まりに来るかもしれないのでご承知おきくださいということなんですけれどもアッコさんからね電話かかってきましてね、わだって出てきましたから、またわっと思って、なんか社長子さんのね件もあったんで、ちょっとまあ電話パッと出れたんで、出て、あ出たって言われて、アッコさんにもしもしって言ったら、あんたあれやねんってゲストハウスみたいなのあるらしいなって言われて、お何ですか、いや聞いてんそれって言って、ええやんな、うちいたかって、ああもうすぐ片付けますわあっはっはっは言ってましたけどもうすぐ電話がってきて、もう行こうな、ほんでどうなのって言われて、まあまあええ感じの風は吹いてきてますけど、あそうなの、それやったらええやんかって言って、まあ独身やしな、別に自由にしたらええけどもうん、とりあえずじゃああのあれやな、岡村のうちには泊まりに行かなあかんな、どっちにしてもっていうから、まあまあいつ来ていただいてもまあ大丈夫ですけど、あんたうちに泊まってるしなって、そうですね、もう完全に僕一回抱かれてますからって言うてありましたけど、だからまあとりあえずご飯ね行きましょうって言って、あっこさんも和田フェス、フェス終わったら、ちょっとあれやから、もう、あんた今何曜日暇なのって言う、めちゃイケがもう火水あれなんで、火水空いてたりしますけど、女も火水なって言って、バチンフィックスされましたから。怖いのは、ほんまに、泊まりに行くわって言われるのが一番怖いっすよね。だからほんまに僕、アッコさんの家泊まった時、ほんまにめちゃくちゃでかい、スウェットとトレーナー渡されたからね、アッコさんの。ほんでまたそれ見て、あっは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 っ良い子からメッセージ、今日からやってんのやったっけ、オールナイトニッポンプレミアム、あそうなんや、こんなとこにあったわ、色紙に置いてあったわ、これ今撮った、分かれへんで、こんなんポーンと置いてあったら、え気づかなって言って、いや気づいたけどギリギリ、お母ちゃんええって、おい木曜良い子来てるで、あここでやってんの、あこのスタジオでやってんねや、ありのおるで、ありの前室で、ありの前室でやってたコンビペットボトル久々に久々やってって、何やったっけなこれ、ペットボトルこの遊びでやってたやつやからあれやねんけど、よこんなん覚えてたな、10月28日幕張メッセ来ませんか、僕がテレビゲームやってます、ありのっていう幕張メッセであれら、火曜祭の日やな。なんかありの火曜祭の日にいつもなんかイベントやってない？同じ日に。ゲームして。なんかそんなん言われたことあるで。だから同じ日また。もうなんで同じ日にこんなんやんねんな。かなりな。でもなんか、ありのに会いたいねんけどな。全然ありのに会ってないんだ。あれから、あいつのヒゲボーボーの顔見てみたいねんけど。千秋もう10月千秋の秋2点岡村隆史のオールナイトニッポン、日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、岡村隆史のオールナイトニッポン。メールいただいております、千葉県のミラーボールマンさんからです。岡村さんミラーボールいりませんと、スマホ見るのにどう考えても邪魔です、モノフの皆さんはシャレで付き合ってくださったけど今回は在庫確定です、今から泣きつく先を探しておくべきですと。2時いやこれね一回見てみって、実物見てみ、これもほんま買いたくなるから言うても
もうあったらもう触ってまうわ。聞こえる？待ってんの聞こえる？めちゃくちゃええ音するやないの、ほんまに。お、メールですか。名古屋市ロッキー飛行機からいただきました。ミラーボール回す感じがまるでおもちゃで遊ぶ猫にしか思えません。だから一回触ったわかるっちゅうね、これはもう触ったら。川崎シート館、あれスノードームはないんですかということ。スノードームがね、もう水がなくなってくるってことがもう分かったんですよ。これはあれ、これいつの試作品、去年、あ、去年でしたっけ。もう3年ぐらい経ってんのかなと。去年でこんだけ水なくなんねや。3分の1ですね。3分の1ぐらい水な、もう、なんやろな。もうね、もう見えてもってるんですよ。顔。もうほんまに。あの、ケープフェアのあの、最後ほら、誰やったっけ、ケープフェアで。ロバート・デ・ニーロがこう、ビビって潜っていく。そんなんやったのに、もう見えてもってるんですわ。口元がもうちょっと使ってるような状態になってしまって、まあスノードームでもこれ水が抜けてしまうんだなっていうのが分かったんで、ちょっとまあ保留ということでございますけど、まあ当日どこかに展示されてる、恐れはありますので、こう振っていただけたら幸せになるという。1年どれだけ減ったか、まあ皆さんもね、写真とか撮っていただいても結構ですので、こんな水なくなってんねやって多分思うと思いますのでね、楽しみにしていただけたらなというふうに思いますけれども、ラジオネームパクチーからいただきました。岡村さん、スマホスタンドの値段忘れました。もう一度教えてください。1500円！安い。これは安いですよ。吉田幸太郎さんはだって500円バックですか、1000円で買えますからね。もうヘビーリスナーの方ですから、もうね、買っていただいたということでございますから、もちろんわからないですけど、もしね、陳年が欲しいってなった場合は1000円でね、まあ500円バックと言いますか、もし連絡いただけたら陳年からは、取り置きしときますからね、1000円で。吉田五郎さんね、吉田五郎さん間違えました。吉田五郎さんが、欲しいってなった時には、1000円と500円キャッシュバックなってますので、これもぜひね、なんかスマホスタンド分解してもいいですよね、このミラーボールだけミラーボールだけをこうピンって飛ばしたりとかですね、そういうこともまあでき、ペットボトルのキャップみたいに、なんかあれ知ってます、今流行ってるの、あのペットボトルのあの蓋だけビュー投げたりするの、そういう風に使うこともできますし、あの使い方は本当自由になってますから、皆さん好きなだけ回していただいて、飽きたら分解してこれを飛ばしたりとか、なんならパッて言ってひっくり返したりとかね、牛乳の蓋みたいにこうパッてひっくり返したらミラーボールもらえたりすることも可能。このミラーボールの裏はどうなってんのかな、ミラーボールなのかな、まあ、ちょっとわからないですけど、あ、ちょっと倒れてしまいましたですけど安い音じゃ倒れてしまったんです、今ちょっとそう、もうこうどうなってんの、このちょっとプラバンしっかり後ろにしたの、はい、こういうふうに立てていただいたら、何でも、だからお料理する方なんかここにね、iPad 置いてクックパッドをあれしながら、ノリ、うん、ノリ置いてもいいよ。ここ何置いても全然大丈夫だから。うん。なんかできんちゃう？いろいろと。なんか。ちょっと、うん。お寿司とか置いてもええやろし。なんでも。開けたね。寿司屋のね。はい。ちょっとしたまな板にも使えるでしょうし。うん。なんでも使える。お値段たったの1500円。もう安いと思います。カチャカチャ言うとおりますけれど、コーナー行きましょう。悪い人の夢。さあ、まずはですね、これは福岡県のプリエモコからいただきました。夢見ました。悪いお寺の掲示板にありがたいお言葉が貼られていました。欲の心と降る雪は積もるにつれて道を失う。擦るのではない、ひねり出すのだ。カメラ女子、死んだ目男子、何でも男子とか女子つけるのもうやめようや。赤飯は捨て、みこしはキープ、いつかはディズニーシーね。ちょっとやっぱディズニーシーは行ってみたいですよね。ディズニーシーはお酒飲めるんでしょ、うん、だから、どうしたんやったっけな、ミッキーは見たけどまだミニーちゃんと見れてないんちゃうかな。でも一番はやっぱプーさんやし、プーさんとか
もうだからディズニーシーはもうあなんちゅうのもう我慢できるようになってきてね、もう行っときたいっていう、もう行きたいっていう思いがカーなってるから、ちょっともうマジで行きたいねんな。もうウルトラジャパンもいいですけどね、いいですけど、ね、ディズニーシーに行ってみたいなと思います。セブン差し上げておきましょう。続きまして、宝塚市の心の折れたエンジェルからいただきました。イメンました。あのチームが古畑任三郎のオープニングっぽく言っていました。この世は嘘で溢れています。女性が言う交際人数、公表した人数の2倍と思ってください。結婚願望がないという女性、もうお相手が決まってると思ってください。また LINE しますという女性、絶対にしてこないと思ってください。風俗野郎が言う女性と何かあるかもしれない、実際は何もないと思ってください。嘘はいけませんが、その嘘で誰かを傷つけていない限り、誰かが救われているということです。たとえ救われているのが自分だとしても、風俗野郎 A チームでした。これかっこいいのかかっこいいのかかっこ悪いのかどっちなんやろうな。微妙っちゃ微妙かな。まあいいでしょう。まだ僕 A やからね、あが、はい上がってきてくださいよ B から。ほんまにキスしただけなんですか。でそのお店の携帯がね違うから、だからもうほんまにそのマッサージスタイルじゃないってことやもんね。グレーじゃないのよね、もうすぐキスできるとこって。もうど真ん中やから、真っ黒やから、それはもう完全なる風俗やん、ね、でも風俗やねん、ええねんで、ええねんけど、突き詰めたらやっぱグレーやねんって。ほんまにそこ突き詰めていったら、もうそこはやっぱりもうすぐチューしてまうっていうのはもう B やよね。ドキドキ感がない。そんなもんだって田中藩みたいにやで、いきなりストリップバーで横についたやつに もう1分しないうちにチューしてまうっていうのは、あれはもう俺びっくりしたもん。友達の店やで、俺のまかりなりにもすぐチューしよったからな。チップも渡してないのに、あれはもうなかなかやで。俺の田中の方が A に登ってきようのちゃうかなと思うもん。もうそこまで来てるよ、ほんまに。三浦さんがもう C 降格ありえるぐらいになって、ここへ来てもう田中のやっぱりその何やろな、あのパワーというか、やっぱすごいもんね。なんかあの、これで失礼しますって言ってどこ行ってんのか知らんけど、大体風俗行ってると思うもん俺。働き方改革や言うてるけども、あれ働いと違うと思うねんな。俺は違うとこ行ってると思うねんな。あんまり見かけへんもん。慌てて日本放送来るよ、ほんでなんか息もハラハラした状態、おはようございますみたいな、どこ行ってたみたいな、そんなに母言うかっていうぐらいのことありますから、下手したらもう田中さんの方が A に上り詰めてくる可能性ありますけどもね。セブン差し上げておきましょう。山形県まっさらな気持ちからいただきました。今見ました。西川清志郎が貴乃花親方引退のニュースをテレビで見て画面に向かって叫んでいました。吉本に来なさい。なくはないよね。吉本もそのスポーツ部みたいなのあるから、いろんな、アスリートの方とかも所属してますから、もしね、行くとこないって言うんであれば、ね、吉本も別になくはないかなというふうに思ってますけどもね。セブン差し上げておきましょう。続きましては、千葉県の、トキントキンからいただきました。今見ました。割る日本放送社長が記者会見を開いていました。この度は弊社番組スタッフによる身勝手な行動により、リスナーの皆様、並びに TBS ラジオの各社、関係各所の方々にご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます。つきましては弊社としてこの事態を重く受け止め、関係スタッフに以下の処分を科すことにいたしました。担当プロデューサー、厳重注意。
担当ディレクター夜のお店でのキス禁止、また出演者でありながらこの事件を首謀しました岡村隆史氏には向こう5年風俗店出入り禁止と合わせて風俗野郎 B チームへの降格とさせていただきます。しかしながら一部リスナーから好意的な声があったことに関しましては甚だ簡単ではございますが嬉しいお言葉とさせていただきます。でも何もなかった、本当一安心と言いますか、よかったですね。こういうこともだからラジオならではと言いますか、まあノリでやってしまったことですけど、お咎めなしという、ありがとうございます。本当に今後気をつけたいと思います。ダブル差し上げておきましょう。続きましては世田谷区ガラスのハートからいただきました。意味ました。ジャネットが CM していました。セシール、郵便局は3本目のポコチンが右に飛ばしたスペルマのあたりです。ずっと郵便局探してるな最近。なんでな。ハガキかな、ハガキを応募したいのかな、ようわかりませんけど、何もあげません。続きましては、これはですね、ちょっと待ってください。武蔵野市希望も何もないからいただきました。夢見ました。岡村さんが騎士団のワンナイトカーニバルを歌っていました。俺んちでモヒート飲まないか。ワンナイトカーニバル、キスをする、お伺いを立ててみる、エンジェル、とにかくもうそんなつもりじゃなかったと言われることが恐怖だった。エンジェル、一人身に怯えてたのさ、大人の店に逃げ込んだ、エンジェル、チンピラみたいな芸人を好きになる女なんて元気ミサイ以外にはいなかった。エンジェル、ゴタンダ、モサベベ、モサベイベー、デリヘル、モサベベ、モサベイベー、グレーのマッサージベイベー、パウダーベイベー、マスターベーションベイベー、ソロ、寿司食った後に俺たちはネオンの渦に吸い込まれていく、ビールの隙間に隠せ、お財布をレンジに隠せ、絶対チェンジしないスタンス、風俗野郎たちの伝説さ、ワンナイカーニバーファファン。これなんか踊りて、いいね、踊って歌いたくなってきたな。これなんか今回のこの会話これでいく。元気ミサ以外にはいなかった。ちょっとロングバージョンもちょっと考えてもらって、なんかエンジェルって踊れる人も多いかもわからないしね、カラオケであれかもわからないし、俺ももうちょっと歌い込んだらいけるかもわかりませんのでね、ダブルで差し上げておきましょう。今日は以上です。郵便番号100-8439日本放送、岡村隆史のオールナイトニッポン、悪い人の夢までお願いします。ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、岡村隆史のオールナイトニッポン、岡村隆史のタップダンスクイズ。さあ、岡村隆史のタップダンスクイズですけども、今からある言葉を私がタップダンスで踊ります。そのある言葉分かった方は岡村アットマークオールナイトニッポンドットコム、岡村アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いいたします。一番最初に正解した人にはグッズフルで差し上げたいと思います。さあ、今日なんですけども、今日は最近私が買いましたちょっとお高いお買い物でございます。それでは行きましょう、岡村隆史のタップダンスクイズ。久しぶりです。久しぶりにちょっと買いに行こうって言いますか。まあ、持ってったんですけども、ちょっと新しいのっていうのもありまして、どんどん新しくなっていってますから今のやつは。まあ、それでちょっと買わしていただいて、場所を言ってよかったんでしたっけ。まあ、言っていいですか。ビッグカメラ。一人で行きました。心細かったです。でもなんかやっぱり買い物も誰かについてきてほしいというか、ちょっとやっぱり怖いんですよね。でもまあ一人でパッと行って、すぐ店員さん捕まえて、お願いしますって言って全部言うて、
これがいいんじゃないですかということがありましたんで買わせていただきましょう。もう一回いきましょうか。いきますよ、よく聞いてください。いきますよ。絞られてるでしょうね。略すことも可能です。略してタップしましょうか。そしたら略してタップしましょう。大ヒントですよ。フルに行くと略して入りにくかった。タイミング的にごめんな。入りにくかったやろ。何回もな、いつかなと思っとったもんな。これはですね、名古屋市の、ライフキャリアレインボーを書いてきました。双子の子猫。んー違う。これはラジオネーム浜県、アットマーク女子付き女子付きからいただきました。携帯電話。あー違うね。茨城県、ラジオネーム EEO さんからいただきました。デジタルカメラ正解。ちょっとヒント出しすぎたかな今日。ちょっとヒント出しすぎた。ビッグカメラ言うてもたもんな。そら出るわっていう、話ですけども、ちょっとデジカメを、ちょっと、買いたいな、というふうに思ってます。僕、借り物で借りてたやつがあるんですよ。なんか、ミラーレスみたいな。うん、思いのほかちょっとでかかったんで、もうちょっとコンパクトなやつと思ったんですけども、もう結局なんか、なんていうのか、ライカっていうの、あるじゃないですか。ライカのデジカメにしたんですけども、昔イケメンマンションで、ね、福山雅治さんと同じマンション住んでる時に、岡村君もカメラやりなよって言ってもらって、誰や下手くそって言った。似てる方やん。岡村君もカメラやりなよって言われて、福山雅治さんの部屋でですよ。で、あ、やりたいですって言って、言ったら、その時に多分見せてくれはったやつとか、そのライカとかやって、あ、これなんていうやつですか、ライカって言うんだよ、つって。ほんで、その時に一回なんか俺、香港かな。香港かどっか仕事で行った時に、じゃあこれで一度、写真撮ってみたらいいよって言われて、で、貸してくれはったの、福山雅治さんが。それで写真撮ったぐらいから僕カメラやりますって言ってずっとやってなかったんですよ。ほんで今ようやくちょっとまたそう言ってたらあの時福山雅治さんがライカって言うたなと思ってライカちょっと手つけました。まあまあすんだよなあれな。同じ性能なんですよこっちって。同じ性能の安いやつもあるんですけど、あの時に福山雅治さんがライカっていうやつにさせていただきました。ありがとうございます。というわけでございまして、この茨城県のラジオネーム EEO さんにはグッズフルで差し上げたいと思います。 See you next week! 愛してる、バイビー。似てると思ってんけどな、あかんかな。岡村君もカメラやりなよ。福山雅治です。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、岡村隆史のオールナイトニッポン。 ANN スペシャル未解決事件。先週から始まりましたですけども、なかなかそうやったな、こう解決してないなっていうのが多々、ございました。まずは宝塚市心の折れたエンジェル。芸能界にはびこる光と影、テレビ界の闇。今回スタッフは膨大な映像資料を入手した。そこから導かれる衝撃の真実とは。 ANN スペシャル未解決事件。矢田亜希子はなぜいい友のテレフォンショッキングで友達紹介の時に初めましてと言ったのか。これはまあしょうがないですよ。こういうこともまあ起きると言いますか、まあドラマに合わせに行かなあかん時とか、もう毎日のことですからね、たまにそういうこともございますけども、まあ、そこはもうそこはしょうがない。芸能界でそういうとこなんで、社交辞令も多々あるとこですから、まあまあついついということはあるでしょうけど、まあ
これも未解決のままでございます、うん、ジャグジー差し上げておきましょう。世田谷区ガラスのハートからいただきました。居酒屋で運ばれてくる誰も頼んでいないウーロンハイこれさ、これあるあるやけど、ほんまあるよな。あの人数多くなればなるほど、ほんで頼んどいて忘れてるやつおるやろ。ほんで行さんおった時に、あのハイボールの方頼んでるくせに忘れてる人とかおるやんか。でも必ずこのウーロンハイ、え、誰も頼んでませんけど、あ、そうですかって言ってまた戻っていくウーロンハイあるよねどこ行くんやろね。まああれロスになってまうやろうしな。でも一応、え、いいですよいいですよっていう時もあるけどね、もう飲みますよ置いといてくださいっていう時もありますけど、確かに誰も頼んでないのになっていうウーロンハイあるな。確かにこれは分からんな、なぜかなぜかこれあるなと思って、セブン差し上げておきましょう。続きましては函館市ペンネームオーシャンからいただきました。無理なら無理と言えばよかったのに、彼はなぜオファーを受けたのか、今夜その謎がついに明らかになる。 ANN スペシャル未解決事件、 TBS 感謝祭、月亭八方、飽きまへんわ、やっぱ泳げまへん。これね、八方師匠が、泳がれへんっていう、ことで感謝祭の中で25メートル泳げるようにレッスンして、で泳げるようになるかなれへんかみたいなやつやって、ほんでなんかバーッと泳ぎ出したら15メートルがパーッと立ち上がって、無理っすわ、あきまへんわって言ってはっってなってで、これこの間アッポジオに会った時にちょっと喋ったの、その時のあの感謝祭もありましたよねって言って、あのなんかもう無理したあかんねんと、岡村くんなんかもう無理しすぎやねんって、もうそんなもう無理してええことなんかあれへんねんから、あかん時はあかんねんやからって、それで師匠あの感謝祭でって言って、25メートル泳ぐ企画でなんかすぐ立ったやつありましたよね、あったあった、あんなもん泳げるかいなって言って泳がれへんねん僕はって、そういうのにあれな、なんかやってくれ言われたからやったけども、やるけどあかんもんあかんねんって言うたそう思い出して、こういうめっちゃ覚えてる、めちゃくちゃおもろかった俺、うわっすぐ立ち会ったわ、あきませんあきまへんわ無理でしたって言うだけやってんけど、めっちゃおもろかったなと思ってこれ単純に解決してるけどな、無理やったっていうまあなぜオファーしたのか、ちょっとオファー受けあったのかちょっと分からへんけどね、ジャグジー差し上げておきましょう。静岡県のグラシアスペップからいただきました。2000年に沖縄で行われたサミット、安室奈美恵の歌うネバーエンドを圧倒的な無表情で聞いていたプーチン大統領は何を思ったのか全然何やろうなって思ったよな、プーチンさんは。うん、知らんで、俺もその覚えてないけど、そんなことがあってんやろうなと思うけど、まあどっかでプーチン抜かれたんでしょう。ほんだもうなんかもう気持ちここにあらずみたいなさ、表情、うん、なんならもう早よ注射打って、プスってまた。すってこう眠らさなあかんぐらいの感じになってたんかも分からへんけどね、下手すりゃプーチンも安室奈美恵眠らそうとしてたかも分からへんね、すってこうカッてやってね、分からないですけど、なんとなくまあ知らんで、知らんけどそんなことがあってんやろなっていうことだけはなんか分かりますけど、ジャグジー差し上げときましょう。今日は以上です。郵便番号100-8439、日本放送岡村隆史のオールナイトニッポン ANN スペシャル未解決事件までお願いします。
放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、岡田隆のオールナイトニッポン。オカムセンター試験。さあ、このコーナーは全国の受験生を応援する親探しのエイブルの応援を受けまして展開しております。センター試験よりもある意味難しいと言われている試験、オカムセンター試験に出そうなアホな問題とその答えを送ってくださいというコーナーでございます。まずは、福岡県プリエモコからいただきました問題。東京ラブストーリーを少しだけ並び替えて、そういえば見たことないなという感じの学園ドラマにすると。京都ラブストーリー京都ラブストーリー何だっけ。またこんな、なんかあのあれあるよね、コンクールのドラマでなんか先生と生徒の恋愛するドラマ、なんてろいうやつ、中学生日記ね。まあそれが どうかは分からへんね、分からへん、まだ見てないからあれやけど、ちょっとなんか楽しみやなと思って、ステッカー差し上げときましょう。愛知県のペンネームドミール佐久間からいただきました問題。妬み、ひがみ、そねみの反対語は。やる気、元気、いわき久々出ましたね、やる気、元気、いわきって言ってありましたですもんね。何してはるんですかね、今でも頑張ってはるんでしょうね、議員さんね。ピンクのなんかね、あれ着てはってなんか、言ってはりましたですけどもね、ステッカー差し上げておきましょう、千葉県のトキントキンからいただきました問題。森末慎二をこっそり応援する人たちを何という。隠れクラシアン隠れクラシアンですよ、なかなかよね、だからあの旅猿で五島列島の方に行ってきて、あのいろいろそういう教会とか見てきて、だからなんかああいうの見るとやっぱすごいなって思いますよね。ああいうところで布教活動といいますか、そういうのをしてたんやなと思うと、子供の時なんかほらやっぱりね、なんかなんともね、変な話ですけど、わっと思ったりもせえへんねんけど、大人になってああいうとこ行くとやっぱりその歴史って分かってくるやん、ほんで教えてもらったらスッと入ってくるやんか、あそうやねんなと思って、旅猿でちょっと行ってきてちょっと勉強しました。ケンペス差し上げておきましょう。続きましては中野区の世田谷の痩せ方からいただきました問題。滝川クリステルの過去形は。滝川クリステタこれ面白いですよ。滝川クリステルの過去形、滝川クリステタクリステル、クリステタ34歳、世田谷の痩せ方34歳ですよ、2時34分に34歳の白色に、トリプル差し上げておきましょう。続きまして練馬区の、背番号610からいただきました問題。天竜源一郎が53歳の時に編み出した必殺技の名前は。53歳独特のタイミングで落とすブレインバスター。独特のタイミングっていうのは結構豪快な、だいぶ体育時間の長いやつですか。ああなるほど、もう何にも思いつきはれへんかったかな53歳、ステッカー差し上げておきましょう。今日は以上です。郵便番号 100-8439 日本放送、岡野隆のオールネット日本、オカムセンター試験の係までお願いします。このコーナーでハガキが読まれた方にはオリジナルノベリティグッズのケンペースステッカーお守りのうち一つ差し上げます。ナインティナイン岡村隆のオールナイトニッポン。
本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、岡田隆史のオールナイトニッポン第16回白色に大賞発表。さあ、ここで3ヶ月に一度の楽しみ、白色に大賞の発表でございます。今回7月の頭から先週までに読まれたハガキを一気に集計、白色人のベスト5を発表していきたいと思います。さあ、まずはですね、第5位からの発表でございます。第5位は川崎市糸館18枚、おめでとうございます。前回3位でしたけども、ツーランクダウンしましたですけども、2回連続ベスト5入っているということでございます。代表作 ZOZO 社長、宇宙に連れていく6人の枠を全てジョブジョブに使うというね、本当にオレンジの服でね、いけたらいいなと思いますけれども、続きまして第4位の発表でございます。第4位は福岡県プリエモコ21枚、5位と3枚差でございますけども、プリエモコ初めてですか、初めてベスト5と。最近なんかプリエモコでよく聞くなとこういうふうに思ってたんですけど、初めてだそうです。悪い人、滝沢カレンネタなどシリーズ化でね、送ってきてくれております。4文字熟語ね、滝沢カレンの4文字熟語のやつで頑張ってくれてましたね。そこ初めてなのか、なんかずっと入ってるような気もしてましたが、おめでとうございます。さあ、続きまして第3位、銅メダルでございます。第3位は群馬県虎の子23枚。うわー、2枚差でしたか。あ、そうですか、前回虎の子はベスト5入ってなかったんですね。入ってないと思ったら頑張るんですね、ちょっとね。あ、しまったっていう風に思うのかもわかんないですけども、虎の子長文がやっぱり得意ですね、これね。やっぱり読書感想文の書き方っていうの、本当に8月末ね、夏休みの読書感想文、僕普通にこう中学生の子とかに言いましたもんね。こういう、書き方あんねんでって、はがき来てたわっていうのを近所の子とかに、実家帰った時にね、そういう話したことありますもん。調べれるでって、最後の後書きとかでも書こうもた書けんねんでって言って、いろいろね、言いましたですけども。さあ、続きまして第2位の発表でございます。第2位は静岡県グラシアスペップ25枚。接戦でございますね、4位3位2位と接戦でございます。グラシアスペップ前回1位でございましたが、今回2位ということでございます。そうですね、グラシアスペップもちょっとエロ系好きですかね、エロ結構得意だと思いますけども、まあ確かこれ全部接戦でございましたけども、4位3位2位とは接戦でございましたが、いよいよ第16回白職人大賞第1位は世田谷区ガラスのハート43枚。グラシアスペップがね、1位でしたから、もうガラスのハートももう今回ひっくり返したれということでございまして、1位、前回大接戦でございましたか。ああ、なるほど、1位2位接戦の、感じでしたけども、ガラスのハート3年ぶりに、1位に返り咲きました。おめでとうございます。すべてのコーナーですよね、ガラスのハートはすべてのコーナーで、採用されてます。なかなかの風俗野郎でございまして、ウェットストリームでもハガキ読まれるということでございます。ガラスのハートはいくつなんですかね。もしよかったらこのベスト5に入ってきてる方とか、ちょっと年齢とかファラッと書いてていただけたらありがたいなというふうに思っております。おめでとうございます。さあ、惜しくもベスト5逃しましたが、頑張り屋さんの白色に、発表しておきましょう。杉並区ダラスマブス、兵庫県ゴリラババア、市川市南県、松戸市トッティ、大阪市ハットハット、鹿児島県ポンセが町にやってきた、大阪市ゴールドボール、神奈川県大仏ラーメン、頑張ってくれておりますので、ベスト5入れ
れるようにね頑張ってくださいということでございます。ということでございまして、第3位のトラの子にはハガキ23枚、2位のグラシアステップにはハガキ25枚、1位のガラスのハートにはハガキ60枚、差し上げます。さらに1位のガラスのハートには副賞といたしまして、岡村隆史直筆表彰状ハガキをプレゼントいたします。次回のハガキ職人大賞は1月の頭に発表予定でございます。もう1月や、来年の。そうでございますか。すでに今週からハガキのカウント始まっております。ハガキ職人の皆さん頑張ってください。以上、第16回ハガキ職人大賞でした。岡村隆史のオールナイトニッポン。セルゲイブブカ、どうしたんですか三浦さん。なんか何がおかしいんですか。何がおもろえ何ですか。そうですね、枚数の話ですか。虎の子さんに23枚。そうですね、あれ何枚あげてましたっけ。いつもなんで23枚なんですか。20枚、30枚、60枚、うん、60枚もあげてました。50枚ちゃいます。あとで正しいです。それがおもろかったっていう。面白いですよね。23枚って。うん。あとでね、ちゃんと、ちょっとハガキちょっと確認して、あとでね、発表させていただきます。セルゲイブブカ、富田林のペンネーム、お湯からいただきました。貴乃花親方、部屋の引っ越しの最後にマイクを取り、何か言い出すかと思いきや、一曲歌い出す。うん。何やったっけ？あの、FNS 歌謡祭で歌った。もしもピアノが違うわ、壊れかけのレイディか、歌ってほしいけどね。ジャグジー差し上げておきましょう。続きましては、福岡県パルスからいただきました。スーパーボランティア小畑さん、中国人女優ファンビンビンさん発見。ね、結局脱税であれされたったよね。140何ぼ払わなあかんねやろ。払えんねやろな、莫大なお金稼いではるから。でもあれなんかみんなやってるって言ったよね、中国のそのあの裏あのなんちゅうのああいうのギャラの低く契約して、契約ほんま高いの低くしててみんなやってるって。まあ見せしめで捕まったとか言われてるけどね。なんでよりによってあの人やってんやろ。まあ怖いな。えらいやっぱりもうチャイニーズマネーえぐいから、もハリウッドとかでもね、いつ顔出してくれはんのか分かりませんけれども、ジャグジー差し上げておきましょう。続きましては、市川市ペンネーム南県からいただきました。ヒゲ男爵樋口、樋口カッターで春馬富士の、曲げを断髪。樋口カッターって言ってまたね、ちょっともうややこしくなってきてますけどね。高藤力がどうやこうや言って訴えて、なんやもう言ってますけども、最後どうなのか分かりませんけれども、ジャグジー差し上げておきましょう。続きまして、東京都フルーツラムネからいただきました。本田翼、ゲーム実況でときめきメモリアルをプレイするが誰からも告白されず終わる。これ俺やって、びっくりしたもんね。大きな木の下で待ってたら誰からもあの告白されへんっていうバッドエンディング。びっくりするやん。てっきりなんかドーンってぶつかってきよるようなやつ、あいつが告白するんちゃうの結局と思った。誰からもやで。ほんまにあれぐらいから私の人生決まった感じすんねん。なんかここまでの流れ怖かったわほんまに。ジャグジー差し上げておきましょう。続きましては、市川市ペンネーム南県からいただきました。藤原竜也、東野幸治の胸に頬ずりしながら、心がキンキンに冷えてやがるよと叫ぶ。最近あったかいですよ。あったかい部分もね、ありますから。ジャグジー差し上げておきましょう。続きまして、神奈川県大仏ラーメンからいただきました。セルジオ越後、記者から七海との関係性を聞かれ、親しくさせていただいている友達の一人ですと答える。恋愛関係みたいな。ね、でもこれが一番いいよね。いやもう仲良くさせている友達の一人なんですよ言うといた方がもうええね、うん、
俺もそうさせてもらってますから。俺も宣言してたからね、なんか取られた時にもこれ言うぞって言って、これもう毎回これ絶対言うたんで、ジャグジー差し上げておきましょう。今日は以上です。郵便番号100-8439、日本放送、鎌田橋のオールナイト日本、セルゲイブブカまでお願いします。岡田隆のオールナイトニッポンウェットストリー、ご機嫌いかがですか。クリス・ペプラーです。今日も性にまつわる嫌なこと、まずは、中野区、世田谷の痩せ方からいただきました。最近オールナイトニッポンをたまに聞くというお嬢に会いました。話が盛り上がりウェットストリームに出てくれると言っていましたが、まだのようです。死に張ったのでしょうか。まあまあこういうのほんまにリスナーからしたらもうたまらんやろうけどね。ラジオ聞いてんねやみたいな、それはもう嬉しいやろうけども、なかなか。でも歌謡祭にもね、何人かそのお嬢来てくれてんねんで、テンション上がれん。この中にこんなバー振ってくれてる中に違うもん振らなあかん仕事してはる人もおんねやなと思うとさ、なんか頑張ってねっていう思いとさ、なんかどっかでやっと会えたみたいな、なれへんかなと思ってさ。別に過剰なサービス求めてるんじゃないよ。でも歌謡祭行ったんですとかさ、ラジオずっと聞いてますっていう、なんか人には出会えへんなと思って。でもこの間も普通にあれやな、散髪行くときに、あ、まあこれはあれか。いや、パッとこう降りてきた瞬間にお店の人がリスナーですって言って、そう、お客さんおってんの、お客さん接客してなったらパッと放ったらリスナーです、ヘビーリスナーですって言って来てくれはって、お客さん大丈夫ですか、大丈夫です大丈夫ちゃうやろうと思ったけど、パッと目を追ったらパッとこっち走ってきてくれはって、そんなんも嬉しいですけどね。ウェットストーリー、川崎市ペンネーム伊藤館からいただきました。先日マッチングアプリで見つけた外国人の方のプロフィールに A kiss makes my whole day but an anal makes my whole week と書かれていました。すぐに Google 翻訳にかけてみると、キスは私の一日を作るが肛門は私の穴を弱くすると出ました。岡村さん、これってどういうことですか。知らんがなっていう何書いてんの、こんなんある、ほんまに。まあ、あの、確かにこのほら、あのスマホとかでもその翻訳するって出てくるけど、なんか翻訳してもやっぱちょっとずれてるよね。うん。だからもう、もうちょっととか、もうちょっとやと思うね、こういう時代。ちゃんと翻訳パッとしてくれるような時代が来るの、もうちょっとやと思うから、もうちょっとあの、待ちたいなというふうに思います。ウェットストーリー。杉並区ダラスマブスからいただきました。風俗でお嬢の自己紹介が毎回あると思うのですが、終わった後にその名前を覚えていることはほとんどありません。まさに一期一会だと思います。これほんま俺ももう絶対覚えてないもんな。そん時覚えとかなって思うねん。でも全然やっぱり覚えてないよね。で、前も言うたかもうまいことなってるやん。一回当たった人はさ、2回目っていうことで指名料取られるよね。言わなくてもこっち指名してないのよね。三浦さん、そうなの。こっち別に指名してないね。その子しかおらんから、何々ちゃんと何々ちゃんいますけどって言ったらもう新規じゃないのよ。だから、あ、じゃあ何々ちゃんお願いしますって、まあ言うてるけど指名したわけではないのよ。そやけど取られるもんな、1000円とか2000円とか上がってきて、もうちょっとやねーまで風俗野郎 A チームまでもうちょっと、あれなんとかしてほしいわ。そっちの問題やもんな。こっちが、まあ、あの何々ちゃんいますかって言ってあれやったらもちろん指名料も発生して当たり前やねんけど、この子とこの人がいてない、あ、この人一回行ってるんですよ、ほらすんません、2万1000円でとか言って言われるやんな。具体的やん、値段もうその時にはもうあれやから、もうお財布からもうお金出し始めてるからね。財布はもうカバンにしまってクローゼット入れとかんと
あもうそのねラブホテルに入る場合はもう電子レンジにパッとしまっとかないとあかんっていうそのシステムになってますから、あれはちょっと、まあ、もうちょっとなんかそのこのご時世ですからもうちょっとシステム化そこを明確にしていただけたらなって、指名制度についてのそこはもうちょっとこう明確になったらいいなというふうに思う今日この頃です。ウェットストーリー、今日のお嬢なかったですね、残念。岡村隆史のオールナイトニッポン、ナイティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン。この番組は亀田の柿の種、種の滝、日本イーリモデル、エイブル、ブルボン、BVD 富士坊、高須クリニック、サミー、以上各社の協賛で東京中学有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。点取り採用者です。川崎市糸館、静岡県グラシアスペップ、兵庫県ゴリラババア、大阪市上海上浦、以上4名の方々にはおカード差し上げます。さあ、先ほど謎の虎の子にはハガキ23枚、グラシアスペップにハガキ25枚、1のガラスのハートにハギ60枚となってましたが、やはり23枚ってやっぱ変でした。虎の子にはハガキ30枚、グラシアステップにハガキ40枚、ガラスのハートに60枚という、ことでございました。これだから読まれたハガキのハガキをここに書いてしまいまして、ちょっともう小西さんがお疲れでございまして、ちょっとその読まれたハガキをここに書いてしまいまして、で三浦さんがこそこそ笑ってるというねいや俺読んでて別になんか全然おかしいなと感じんかって、あそうか23枚かって思って、でもよく考えたらそれも確かに変やなっていうふうに思ったんですけども、まあ30枚40枚60枚だと、いうことでございますけれども、いえいえ失礼いたしました、本当こちらこそ申し訳ございません。ただまあ今日ね、歌謡祭のグッズとか、ちょっと紹介させていただいたんですけれども、またさらに、まあ、ちょっとこんなんもあんなんもというのもまた発表できたらなというふうに思ってますけど、これはまだ良かったんでしたっけ、ポスター的なのは。ポスター的なやつをちょっと作ってみました。どうなんでしょうね、僕は好きなんですけど、僕はすごい好きなんですけど、まあもしねよかってちょっと日本放送にもあちこちちょっと貼っとこうかなっていうふうに思ってますので、でもちょっと和田フェスを外すのが怖いなというふうに思ってますけども、ビジュアルホームページで見れますか。評判良かったね、これもと思ってます。わわ言うとります。お時間です。さようなら。